そのクラブアイランズのキックオフで試合再開という形になります。キックオフしますのはキッカー94番斉藤が務める模様です。失礼しました、94番の大山が務める模様です。身長181センチ、体重105キロの巨漢が蹴り出すキックオフ、注目しましょう。広島リターンに入ります。リターナー40番、右サイドライン際駆け上がりまして自陣45ヤード地点の攻撃位置を確保しました。リターンしましたのは広島ホークス40番の富永、広島大学出身。広島ホークス自陣45ヤードからファーストダウン10。ナイスキャッチ。クォーターバック18番、右に展開していましたワイドレシーバー10番にパスを通し、10番タックルをかわしまして約8ヤードのゲインと変えています。見事なムーブメントを見せましたがワイドレシーバー10番の才木でした。関西大学出身。広島ホークスセカンドダウン2。ナイスラン、ファーストラン。今度は中央のランプレーを展開しました。成幕20番、見事なランプレーで攻撃権更新です。広島ホークスファーストラン。成幕玉山、非常に好調の走りを後半戦を見せています。広島ホークス相手陣38ヤードからファーストダウン10。サックです。ここでクォーターバック18番は右に流れてパスを投じようとしましたが、それをアイランズディフェンスラインシューストリングタックルで刈り取りまして QB サック、パス不成功し、パスを投じる前に仕留める形に成功しました。約10ヤードのロスを奪っています。広島ホークスセカンドダウン20。これはアイランズナイスディフェンス。今度は左に展開していた4番にヒッチパスを投じ、そこからキャッチアンドラン図らせましたが、アイランズ素晴らしいディフェンス上がり見せまして、このゲインを約4ヤード程度でとどめております。広島ホークスサードダウン15。パス不成功。ここで広島は状況打開図らんとロングパスを投じました。しかしこのパス、アイランズ4番が見事にダイビングしジャンプしまして、このパスをカットし、パス不成功となっています。素晴らしいパスカットを決めましたのはクラブアイランズ4番、先月ながら私の後輩となります、姫路獨協大学出身、そしてチーム代表であり主将であります毛利です。広島ホークスフォースダウン15でパントフォーメーションを選択します。
ここでホイッスル、イエローフラッグが投入されています。スナック前のハンドルです。ディレオンゲン、ディフェンス、500のペナルティでオフサードといたここでペナルティがディフェンスチームにありました。ディレイオブザゲーム、ディフェンス側にディレイオブザゲームがありました。本来は制限時間内にプレーをしないオフェンスの反則ですが、それを誘発するようなディフェンス側の行為があったという判定です。従いましてディフェンス側に5ヤードの罰則、オフェンス5ヤード前進しフォースダウン点でフォースダウンやり直しです。ここでイエローフラッグが投入されております。オフェンス側にイリーガルスナップの反則がありました。スナップをする際に不正な行為があったという判定です。スナップは本来は素早く、そして誤解がないような無駄なアクションがないことが求められますが、そのジャミングが多かったため反則となりました。5ヤード抜体です。このパントは結果的に大きく陣地挽回を図るには至らず、アイランズ陣23ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、クラブアイランズの攻撃に変わります。ボールオン自陣22ヤードにセットされました。この位置からクラブアイランズファーストダウン点に入ります。ここで中央のプレーを投入します。ヒットを受けましたが、42番、見事に右オフタックル切り上がり、今度はゲインに変えております。まず最初のランプレーは決まりました。クラブアイランズ42番の山崎、滝川高校出身。クラブアイランズセカンドダウン9、ボールオンは自陣23ヤード。さあ今度は左オフタックル付近をつきました。キャリアは同じく42番、タックル受けながらも今度は味方ブロッカーを生かしまして約4ヤードのゲインと変えています。42番山崎、滝川高校出身、地元でその活躍を遂げんとここで奮闘しております。クラブアイランズサードダウン5、しかしこれを広島阻止します。三度のランプレーにより突破図らんとしましたが、これを広島52番見事な上がりを見せましてロスに変えております。素晴らしいディフェンスを披露しましたのは広島ホークス52番の清水、専修大学出身。身長178センチ、体重120キロの巨漢がここでそのランプレーに立ちはだかりました。クラブアイランズフォースダウン7、パントフォーメーション。広島リターンに入ります。このリターンによりハーフウェイ付近からの攻撃を得まして、この位置からの広島の攻撃に変わります。
広島自陣48ヤードからの攻撃に入ります。広島ホークスファーストダウン10。これはアイランズナイスカバー。右に展開していましたワイドレシーバー5番のキャッチアンドランを図るヒッチパスでしたが、これは広島に、失礼しました、アイランズ25番33番見事対応しましてノーゲインに変えております。クラブアイランズ25番は米沢鳥取大学出身、33番は、失礼しました、クラブアイランズ33番も素晴らしい対応しました徳山法政大学出身。パス不成功。クォーターバック18番プレッシャーを受けながらなんとかこれを回避しパスを投じましたが、結果的にパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。アイランズ確かに、井上さんは確かにアイランズ現在突破口が攻撃では見えておりませんが、しかしディフェンス陣は奮闘しております。ぜひ応援メッセージよろしくお願いいたします。広島ホークスサーダウン10。パス不成功。ここでパスにより突破を図りました広島でしたが、このパスわずかにショートでした。パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。この広島のパス攻撃はアイランズ見事に回避しフォースダウンに追い込んでおります。広島ホークスフォースダウン10。このパントはアイランズ陣22ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。攻撃権はクラブアイランズに変わります。ボールはアイランズ陣21ヤードにセットされました。クラブアイランズファーストダウン10。さあこの判定はターンオーバー。ここでアイランズはランプレーを展開しようとボールをハンドオフしましたが、ここでミスが発生しましてボールをファンブルしました。そのすかさず一瞬の隙をすかさず広島ディフェンス陣に殺到しこのボールをダッシュファンブルリカバーにあり攻守交代です。ターンオーバー。広島相手陣13ヤードの絶好の位置からの攻撃に入ります。広島ホークスファーストダウン10。さあ中央のランプレーを投入しましたが、これはアイランズナイスディフェンス。何枠20番のランプレーを広島70、失礼しました、アイランズ33番75番殺到しましてこのラン阻止しております。見事な対応しましたのはクラブアイランズ33番の徳山、そして75番の織田です。織田は龍谷大学出身のプレイヤーです。関西一部、関東一部で輝くしく活躍していた選手がここで一つ大きな仕事を決めておりますが、さあそこを広島攻め立てます。セカンドダウンで再び中央へのランプレー。オフェンスラインとともになだれ込むようにこの距離2ヤードを獲得しております。広島ホークスサードダウンの攻撃に変わります。
広島ホークス相手陣11ヤードからサードダウン8。ここでオプションプレーを選択しましたが、リッチを投じましたランニング枠20番、このボールをファンブルしました。幸い自ら抑えておりますが、結果的にゲインがほとんどなくフォースダウンに変わります。チームタイムアウト、広島ホークス後半1回目。ここで広島後半1回目のタイムアウトを取ります。現在試合は第3クォーターに入りまして、広島ホークス28点、クラブアイランズ0点の状況。現在は広島が相手陣11ヤードの位置にありましての攻撃中です。この配信は X3ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様、そして個人様のご寄付ご記者によりまして、この企画は成り立っております。この企画現在も募集しております。その内容をご同意いただけます方は、ぜひご協賛よろしくお願い申し上げます。さあ、フォースダウンエイトですが、広島攻撃します。フォースダウンギャンブル、一気にいった、タッチアー。ここで8ヤード獲得ないと攻撃権を失うという非常に厳しいこのフォースダウンギャンブルを、しかし広島は敢行しまして、クォーターバック3番その総力を持って右オープンを突破し、一気にエンドゾーンを落とし入れまして、タッチアー。広島ホークス6点追加となっております。現在フィールド上に負傷者が発生しているため、レフェリータイムアウトが取られております。見事な判断でその総力を持ってタッチアーを上げましたのは、広島ホークスクォーターバック3番の山口、亜細亜大学出身のチームのバイスキャプテンです。試合再開となります。広島ホークストライフォーポイント、このキックを見事キッカーの花岡決めまして、1点追加です。広島ホークス35点、クラブアイランズ0点となりました。試合は広島ホークスのキックオフで再開となります。アイランズ果敢にリターンを試みまして、10番自陣30ヤード付近の攻撃を終えます。クラブアイランズリターナー10番は北川でした。関西学院高等部出身のルーキーです。クラブアイランズ自陣30ヤードからファーストダウン10。パス不成功。
クォーターバック7番オプションフェイクでパスを投じようとしましたが、ターゲット見つからず、結果的にランニー枠にパスを投げ捨てる形でパス不成功としました。クォーターバックを避けるためのこの回避テクニックもアメリカンフットボールでは非常に重要なテクニックになります。クラブアイランズセカンドダウン10、クォーターバック7番今度は下がりましてロングパス投じようとしましたが、そこを広島58番が殺到しまして QB サック、大きなロスを負う形になっております。ここでアイランズ後半1回目のタイムアウトを取りました。見事 QB サック果たしましたのは広島ホークス58番のプレイヤーです。58番川田、素晴らしい QB サックでした。この配信は X2 ウエスト6チーム、X3 ウエスト13チーム、計19チームの合同企画によって実現しております。多くの方々のご賛同ありましてこの企画は成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。できる限りそのご期待に応えられるよう私も全力を尽くしまして配信させていただきます。試合再開となります。クラブアイランズサーダウン18、パス不成功。ここで相手のディフェンスの裏をつくスクリーンパスを狙いました。スクリーンパスはロングパスを投じると見せかけ、手前にいるランニーバックに投じ、そのブロッカーを生かしたキャッチアンドランを図るデザインプレーですが、このパスがショートしましてパス不成功に終わっております。クラブアイランズフォースダウン18へ、どのようなプレーを選択するでしょうか。プレーを選択します。この距離をフォースダウンギャンブル敢行します。しかしこのプレーは QB サックにより終了です。クォーターバック7番なんとかパスを投じんと下がりましたが、そこを割って入って広島 QB サックし、4回目攻撃失敗となりました。攻撃4回目の攻撃失敗で攻撃権を失い攻守交代となります。攻撃権は広島ホークスに変わります。広島相手陣9ヤードの絶好の位置からの攻撃に入ります。広島ホークスファーストダウン2ゴール、残り9ヤード。まず中央へのランプレーを敢行しました。ランニーバック20番右オフタックル付近を突破し約3ヤードのゲインを果たしております。広島ホークスセカンドダウン2ゴール、残り6ヤード。広島ホークスタッチダウン。ここでランニー枠20番にボールを託しまして左オフタックルへのパワープレーに出ました。これを味方オフェンスライン陣見事なブロックでその走路を確保しましてエンドゾーンに走り込ませタッチダウン。広島ホークス6点追加となっています。そしてキック決まりまして1点追加、
広島ホークス42点、クラブアイランズ0点となりました。井上さんはなんとかアイランズに奮起してほしいと応援メッセージありがとうございます。アイランズもなんとかそれに応えんと奮闘はしておりますが、しかし広島素晴らしい攻守を見せております。さあ、広島ホークスのキックオフで試合再開です。アイランズ自ターンに入ります。アイランズ自陣24ヤード付近で攻撃を確保する形になっています。クラブアイランズ、ここで後半2回目のタイムアウトを、はい、取りました。現在試合の状況は広島ホークス42点、クラブアイランズ0点となっております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの方々のご厚情ありまして、この企画は成り立ちました。大変感謝申し上げます。この配信によりまして、この会場にお越しいただけない方々、そしてアメリカンフットボールを現地でご覧いただく環境がない方々にも、この試合をご覧いただくことが可能となりました。できる限りアメリカンフットボールを多くの方にご覧いただきたいと、この企画を継続したいと願っております。ぜひ皆様ご協力ご協賛をよろしくお願い申し上げます。タイムアウトを解きまして、クラブアイランズの攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番、パスによって状況打開を図りましたが、これは広島見事にパスをカットしまして、パス不成功となっています。クラブアイランズセカンドダウン10。パス不成功。ここで一気にロングパスを投じました。クォーターバック7番、ワイドレシーバー8番にディープパスを投じましたが、これは広島見事にカバーしておりまして、パス不成功となっています。アイランズサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン10。タッチダウン。ここでアイランズクォーターバック7番、なんとかパスを投じんと左にスクランブルを敢行しましたが、ディフェンスのラッシュありまして、ここでボールをファンブル。そのファンブルしたボールを54番抑えまして、そのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。ここで第3クォーターの時間がなくなりました。
ここで得点差が35点以上開きましたので、この X3 ルールによりまして、ここでコールドゲーム試合終了です。試合終了となりまして、広島ホークス48点、クラブアイランズ0点で広島ホークスの勝利となりました。クラブアイランズ奮闘しましたが、しかし力及ばず、この第3クォーターの時点で終了という形になりました。しかし最後まで得点を狙うその姿勢、素晴らしいものがありました。ナイスファイトでした。そしてそれを振り払いまして、見事完勝しました広島ホークス。連勝しまして X2 への階段に近づいた形になりました。素晴らしい戦いぶり、ナイスゲームでした。両チーム非常に厳しい状況もありましたが、それぞれ課題が見つかる形になる素晴らしい戦いだったと思います。広島ホークスは連勝を重ね、いよいよ X2 の扉が近づいてまいりました。これを残り3試合で果たさんと、さらなる躍進を遂げようとしております。アイランズは残念ながら今の状況厳しくありますが、しかしなんとかその再建果たさんと奮闘しております。両チームの奮闘、見事な戦いでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグランダが志しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X26 チーム、 X313 チーム、計19チームの合同企画によって実現いたしました。その企画をご承認いただきましたのは NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会様です。これらの方々のご期待に添えるか、果たしてそれは叶ったかどうかわかりませんが、その実況を果たさせていただきましたのは私道楽屋理事でした。機会許されましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。